おはようございます。今日は10月17日、今は9時半なんですけど、今日は8時に起きました。昨日からちょっとだいぶと無気力感とかが続いて、で、昨日も2時半ぐらい寝たんですけど、8時に目覚めて全然寝れなくて、で、基礎体温も 0.3 度ぐらい下がってて寒気がして、体重も変化がなかったので、今日はハイカーボデーにしようと思います。ハイカーボデーなんですけど、僕は、体重の、12倍の糖質量なので 720g の糖質量を2日間かけて取ろうと思います。今日はその1日目、ハイカーボデーを取っていきたいと思います。まあ、ウォーキングから帰ってきて1食目を食べます。1食目は変わらず白米 200g、 鮭、卵2つです。で、食後のデザートで、スイートポテトタルトを食べます。これが糖質 33.3 なので、合わせて 110g ぐらいかな、取りたいと思います。糖質量いただきます。はい、1食目が終わって、いつものサプリなんですけど、今日はハイカーボデーなんで、エビオス錠飲みたいと思います。これ、3食の後に飲みたいと思います。134号から148号。今から今川焼きを一つとカステラ一つ食べます。合わせて 60g ぐらいです。マジで雰囲気。美容室ついて、今からどら焼きと今川焼き1個を食べたいと思います。これ大体 80g ぐらいですかね。彼女はそれでええのって思ってた。確かに口洗わすね。口呼吸の人に難しいっす。何人ぐらいってことです。コールに、コールセンサーがめちゃくちゃ強いんやろな。今美容室から帰ってきて、トレーニング1時間前なので、バナナ1本と、団子を2本食べたいと思います。今ジムから帰ってきてシャワー浴びて、最後のご飯です。いつものやつです。いただきます。はい、食後にさっきの余りの、みたらし団子を1本食べて、エビオス飲んで、今日の食事は終わりです。トータル糖質量 520g ぐらいですので、明日は残り 200g ぐらいを
朝昼ぐらいで分けて食べたいと思います。